フィルムカメラ結構流行ってますよね。カメラ屋行くと、ね、女性とかがね結構フィルムカメラ見てたりするんですけど、沼ですからね、フィルムカメラ気をつけてください。沼ですよ。はい、おはようございます、マチです。この前フィルム散歩の動画出したじゃないですか。でね、せっかくフィルム散歩の動画出したんで、あの時使ってたフィルムカメラをちょっと紹介しようと思って今動画撮ってます。でね、冒頭で話した通り、今結構若い方にフィルムカメラがね流行ってて、で結構こう古いカメラだから流行ってる割には結構情報を入手しにくいっていうのがねあるんで、まあ自分の持ってるカメラは動画とかでね紹介して役に立ててもらおうっていうことですよ。なんでね、今日はこの前福生市行った時の撮影したコニカの C35AF2、 これを紹介しようと思います。 C35AF2、 これね、このカメラ、まず発売が1980年だって。だからさ、もう40年ぐらい前のカメラになります。すごいね、40年前だけど全然現役で今バリバリ使えます。でね、当時は4万円ぐらいだったみたいだよ。今だともう数千円で買えるカメラだよ。で、このカメラの特徴あるんですよ、まあ、AF2 っていうね名前にもある通り、このカメラオートフォーカス機なんですよ。それ40年も前のカメラでオートフォーカスっていうのはなかなかなくて、っていうのもね、まあこの C35AF2、 このカメラの1個前の方が C35AF っていうカメラになるんだけど、そのカメラがなんと世界初のオートフォーカス機のカメラなんですよ。すごくない？世界初のオートフォーカス機はコニカの C35 なんです。その次のモデルがこの AF2 になります。今はもうボタン1個押せばね、ピントも合うしさ、全部カメラ内がさ制御してくれていい写真が撮れるけどさ、いや当時はすごい技術だったんだよ、きっと。で、まあ、このカメラの前の方 C35AF のちょっと簡単に説明をしておくと、まず1977年発売です。まああれだよ、まあね、世界初のオートフォーカス機ってことでね、結構な技術が詰め込まれてたみたいで、ちょっと調べましたよ、どんなもんなんだか、世界初のオートフォーカス機っていうのは。こんなちっちゃいカメラじゃん。でもね、当時のそのオートフォーカスを可能にするシステムっていうのが、このコニカさんが開発してたシステムはお弁当箱2個分のサイズでしかそれを可能にすることができなかったらしいの。でね、まあこんなちっちゃいカメラにしたいのに、そのお弁当箱2個分のカメラなんて実用的じゃないじゃん。だからね、どうしたかっていうと、そのコニカさんはアメリカのハネウェル社っていう会社が、あのね、そのオートフォーカスのシステムを開発してたんだって。でね、ハネウェル社はあの NASA、 あの宇宙開発の NASA だよ、 NASA から依頼をされてオートフォーカスのシステムを開発してたんだって。で、その当時コニカが開発してたオートフォーカス機のシステムはお弁当箱2個分だよ。でもね、その当時ハネウェル社が開発してたオートフォーカス機のシステムっていうのが角砂糖ぐらいの大きさなんだって。すごい技術だよね。それにコニカさんはこう目をつけたわけだよ。その角砂糖ぐらいのサイズのさシステムがこのカメラに入れば、持ち歩けるさ、このさ実用的なサイズになるわけじゃん。いいとこ目をつけたよね、本当に。で、まあそのハネウェル社からまあそのシステムを買ったんかな。で、その技術をさらにちょっと磨き上げてできたカメラが、その世界初のオートフォーカス機、この前ね、コニカ C35AF になるんですよ。いや面白いね、こういうなんかカメラの歴史とかを調べてるとさ、なんかもうこのカメラの歴史だけじゃなくて、こうまあ世界がこう変わっていく様子とかがさ分かるから、ちょっと面白いよね、本当に。この話、このカメラの話しようか。で、このカメラの、まあ、ニックネームがあります。このカメラのニックネームはジャスピンコニカハンディっていうニックネームらしいです。で、この1個前の、世界初のオートフォーカス機の方がジャスピンコニカって呼ばれてたんだって。で、
その2代目だからジャスピンコニックハンディ、ちょっと一回りちっちゃくなったっぽくて、ハンディ、このまあ持ち歩けるどこにでも持っていける、もうそれが魅力で自分もこれ買ったんだけど、よくよく考えてみるとね、まあ何を基準でカメラを選んでるかってちょっと考えてみたんだけど、まあまず一番最初に結構この見た目っていうのを大事にしてて、でこの C35AF の方もいいなと思ったんだけど、ちょっとこれよりごつい武骨な感じがあるんだよね。でこの C35AF2 は見ての通りちょっとこうスマートでおしゃれな感じになってるんだよ。ちょっとこのスタイルにね憧れてこのカメラを買いました。でこのカメラのじゃあ機能を簡単に説明しておきましょう。でこのカメラはプログラム式シャッターなんで、撮る側の人は本当にもうこのシャッターを押しとけばいいだけ、シャッターを押すだけで撮れます。でまあこの中身としては、3速プログラムシャッターで、まあ、60分の1、125分の1、250分の1を、カメラ側が勝手に判断して変えてくれるんで、本当に撮る側のはねこうシャッターを押すだけで撮れますっていうことなんですよ。露出系が内蔵されてるんで。であと忘れちゃいけないのはこのレンズの下っ側ね、ここに、ISO 設定があるから、フィルム入れるときはここだけ間違、忘れないように変えておけば大丈夫で、このカメラフラッシュがついてます。このかわいいよね、これ好きで、これがねよくてね、このカメラ買ったんだよ。このフラッシュ、まあこれカシャンってやれば後ろにねここねライトがつくから、このライトがつけばチャージされてるってことになるんで、もう押せばシャッター、フラッシュが光るっていう感じです。まあどういう時にこのフラッシュね焚けばいいのっていうことなんだけど、まあ焚きたい時に焚けばいいんだけどね、一応、まあ、露出計がついてるから、あのねこのシャッターを半押しするとね、これ見えるかな、あーちょっと見えるね。シャッター半押しするとこうやってファインダーの中が赤く光るんだよ。これが露出が足りてませんっていう合図なんで、まあ、これが出た時は、まあ、シャッターを焚いてくださいっていう話ですね。簡単だよね、本当に簡単に撮影ができるから、本当初心者の人にはすごいおすすめかなと思います。で、レンズはヘキサノンレンズの 38mm、 そこそこ広角だからね、まあ人撮るのもいけるし、それこそ出かけたりね景色撮ったり、全然これもう1台で余裕です。で1個ポイント言っとこうか。ポイントです、これポイント、このカメラ単三電池使うんだよ。このね底面に蓋があって、これコインとかで外すと単三電池2本を使います。これ入れないとシャッター切れない。でねこれ買った時電池入れても使えなかったの、なぜか。でこれね見つけたんだよ、これね、このカメラ買う時、このカメラ以外にも電池使うカメラ買う時ちょっとね気にしておいた方がねいいところがね1個あるの。この電池入れる中がさ、電池入れるとこってさこうバネみたいになってるでしょ、バネみたいになっててこう入れるじゃん、でこうバネになってる、こうこんな感じになってるでしょ大体。でねこのバネがね、多分これもう古いカメラだからへたっちゃって、もともとはこんぐらい跳ねてなきゃいけないところがこんぐらいしか跳ねてなかったりするの。そうするとこう入れてもここが上蓋閉めてもスカスカなわけだよ、これを上持ち上げてくれないから。そうしないとのプラスとマイナス、上の蓋がマイナスになってるんだけど、ここが接触しないからさ通電しないわけだよ。でこのカメラがそれで電池入れてもさシャッターが降りないっていうことだったんだけどさ、このバネをねまあ何でもいいや、ドライバーとかでさグッとこう持ち上げてちょっとこういう形にしてあげたんだよ。そしたらねちゃんとここと上と下が接触して通電して使えるようになりました。
これはもうちょっと古いカメラあるあるなんだけど、意外とそういうアナログチックなねところで直るから、なんか電池入れても通電しないやとかね、まあ中の基板がダメなのかなって考える前に、一回そういうアナログなところをねやってみてください。結構もう古いからさ、下手っちゃうんだよやっぱこういうバネの動くようなところは。それでね、治るのもいっぱいあると思うよ。これ1個ポイントです。これ大事ですから。で、フィルムの入れ方は、ちょっとこれさ、フィルムが今入っちゃってるからこれ蓋が開けられないんだけど、ちょっとこの前のフィルム散歩でこのフィルム装填してるからちょっと流してきます。こんな感じで、まあ本当に普通のフィルムカメラと変わんない入れ方です。後ろの蓋開けて、フィルム入れて差し込むだけね。で、前の動画でも言ったけど、フィルム入れたらね、これね、2回はね、やっぱね、巻いた方がいいと思う。2回ぐらい巻いとかないと、僕みたいに中でフィルムがすっぽ抜けて1枚も取れてないっていうね、事件がある可能性があるからね。おわらわら、一応2回はね、巻いてください、ぜひ。で、あとそうか、あれか、このさ、カメラのレンズのまずこっちについてるこれね、これはこれセルフタイマーのレバーね。で、こっちにメーターがついてるんだけどね、このメーターは撮るじゃん、写真撮るとここに、今何メートルのところにピントを合わせましたよっていうサインっていうかメーターです。だから、まあ目安っていうかね、まあ、人がそこに立ってこう、まあ、2メーターぐらい離れたところで撮ったとしましょう。で、パシッと撮りました。で、撮った後にここ見ると、まあその人にちゃんとピントが合ってれば、まあ2メーター、大体2メーターぐらいのところにこうね、赤い棒がパンって来てるっていうね、そういうものです。だから、まあなんだ、撮影後の確認だからね、あんまり意味はないんだけど、まあそういうもんですっていうことです。これで大体全部言ったかな、このカメラについては。でね、これもう一応これはもう自分のこだわりなんで、あまり別に関係ないんですけど、このレンズのところにね、レンズフィルターつけてるの今ね。これもともとついてなくて、外すとこんな感じでね、レンズフィルターつけてるんだけどね。いや、まあ人それぞれだけどね、レンズフィルターは。自分の場合はもう本当にレンズが傷つかなきゃ何でもいいっていう感じです。まあ、これいろいろ売ってるじゃん、すごい特殊なコーティングとかさ、特殊な技術で作られてますみたいな、そんなとこはあんまり気にしないタイプで、それより大事なのはこの縁がね、何色かとかね、そういうことなんだよ。この縁がメタルなのがね、絶対欲しくてね。このレンズの周りがさ、ちょっとメタリックじゃん。だからここにメタリックのつけたいって、そういうことなんだよ。そういうことなの。ここには黒のそんな高級なね、レンズフィルターがつくんじゃなくて、もうただこれを守ってくれる、それだけのね、このシルバーのレンズフィルターがつけたいっていうことなんですよ。高いじゃん、レンズフィルターって、このいいやつはね。だからそんなにこだわんないです、自分は。別に作品撮りするわけじゃないからさ、これででっかい広告の写真撮るっていうんだったらさ、いいレンズフィルターつけるけど、これまあ遊びだから、こういう形、見た目にこだわったレンズフィルターをつけてますね。そんなとこかな。コニカ C35AF2、 これ本当にもうね、このサイズだからポッケに入れてとかね、ここかけて、これ可愛いじゃん、こうかけてたらこんなちっちゃいのね。で、これで出かけるっていう、もうそれだけでちょっとしたお出かけがより楽しくなるから、これもう本当におすすめです。はい、そのとこでいっぱい喋ってしまいましたが、で、コニカ C35AF2、 これはもう本当にね、初心者の方でも全然使える、余裕で使える、なんだろうね、こう生活に一個花を添えてくれるカメラだと思うんで、ぜひ気になっている方は調べてみてください。おすすめです。はい、そんなところで、まあ持ってるカメラまだ何台かあるんで、随時
紹介していけたらいいなと思うんで、ぜひフィルムカメラ好きの方だったりね、皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。そんなところで今日の動画は以上となります。また次の動画をお楽しみください。ではバイバイ。オートフォーカス、どういう仕組みでこのオートフォーカスをやってるかっていうことなんだけどね、まあもうね、俺もちょっとあんまよく分かんなかったんだけど、この窓枠2つちょっと黒くて分かんないけど、ここがそのシステムらしくて、まあレンジファインダーと同じ像を見てて、こっちの窓はで、こっちの窓は多分レンズと同じ像を見てんのかな、ちょっと分かんないけど、でこの2つが合わさった時、まあ、2つ同じ像になった時にシャッターを切るっていうシステムなんだって。もう詳しい人教えてください、僕に。すいませんね、全然分かんなくて。まあでも多分そんなことなんだよ。